しかし空にこんなものが出るとはな。カノヌシは大地を器にしてたんじゃないのかよ。まあなんとかと神様は高いところが好きと相場が決まっておるからの。なんとかって、鳥か。お主のようなもののことじゃよ。鳥か。鳥は飛ばなきゃならないの。ラフィアはそう言ってた。きっとあれがアルトリウスの望んだ答え。いやそれにしても高いな。しかも丸い。俺たちの世界って丸かったんだな。今頃気づくな。海の水平線も同じように丸かっただろう。うん、だから水平線の向こうから近づいてくる船は尾の上の方から見えてくるんだよ。お前たち、こんな絶景を前にして冷静すぎだろ。お前は敵の本拠ではしゃぎすぎだ。うん、もうここを構成している力は、なるほど、やはり思った通りじゃな。何がよ。いや、この精錬の正体が分かったんじゃよ。ここはカノヌシが地脈に循環させておった力を凝縮し結晶化させたもの。分かりやすく言えば聖主カノヌシの体そのものなんじゃよ。つまり私たちはカノヌシのお腹の中に飛び込んだってことですか。分かってたならなぜそうと。迂闊に飛び込むなと忠告したじゃろ。敵の本拠ではしゃぐでないわい。ですね。冷静に考えればこの状況は地脈と大して変わりません。ええ、どの道カノヌシを倒すにはここに入り込むしか方法はなかった。どんなに巨大で強い力を持っていても心臓を潰せば殺せるはずだから。確かにの。じゃが心臓とはこれほどの力を操る聖主カノヌシの本体と同志アルトリウス、潰されるのはこっちやもしれんぞ。今さらですね、マギルー。敵の本拠でビビるんじゃないわよ。
片付いたみたい。行こうよ。
Thank you.